ねえねえ、ちょっと聞いて考えてみてください。プレミアリーグ公式映像の制作会社が今年2月9日間、もうこれまでで初めて日本ロケを行って日本 あちこち回っていろんなインタビューを撮ったりいろんな街風景の映像を撮ったりしていろんな取材をしてくれました。その後半年もかけて他の映像入手や編集なども制作過程ずっと続いていてやっと公開しましたけれどもその半年以上の仕事が全て三笘薫選手のドキュメンタリーを作るためでした。なんでそんなことをしてくれるのかそれは 現地ではめちゃくちゃ注目されているので、現地の人が見たいからです。もうこれが日本フットボールのレベルなんですよ。 毎度毎度、ベン・メイブリーです。三苫カオル選手のプレミアリーグストーリーズというドキュメンタリー番組がいよいよ UNEXT の方で公開されました。私がこんなに嬉しくて話したいのはやっと話せるからです。 実はずっと制作に関わっておりました。もう去年の12月から先月かもしかしても今月の頭までずっとずっと、えー、参加させていただいておりました。もうすごいものですよ。三笘薫選手のドキュメントリー番組が現地制作によって作ってもらえたこともうそうでしたし、それから もう30分の番組を作るためにはその完璧主義者の仕事ぶりと予算の活かし方を近くで見てすごいもう感動するところが多くありました。私はこの制作、この企画に、えー、コーディネーター兼通訳兼インタビュアーとして参加させていただきました。もう私のパートは全部日本国内でしたので 唯一私が参加して、していないのが、ブライトンの方で撮った三笘選手ご本人とのインタビューです。それはもう、えー、別のインタビューの方が、えー、やりましたし、別の、えー、カメラマンとかプロデューサーも、えー、現場に行っていたのですけれども、それ以外のところ私もずっと、えー、ついていて、その、えー もう12月から参加してたんですけど、2月下旬のロケだったんですよ。で、9日間のロケで、えー、イギリスからカメラマン一人とプロデューサー一人がやってきて、もう機材カメラとかいろんな照、えー、明とかいっぱいいっぱい機材持ってきあって、それで、えー、もう結構大型の車をもう、えー、レンタルで取って、日本各地一緒に移動させていただきました。で、もう30分番組を 絵を作るためにはどんだけ長時間の映像を撮るねんと思いましたけれどもそれはやはりもう完璧な絵を見せるために っていう思いがあって、そういうのを近くで見てすごく感動しました。プレミアリーグはもちろんお金に溢れているというのは間違いないんで、それによって各クラブがお金持ちになって、それぞれの選手とか代理人もお金持ちになって、もうちょっとやらしい話も多いかもしれませんけれども、そればっかりではなくて、 プレミアリーグを盛り上げてくれる三笘薫選手のような選手を世界にもっと魅力的に見せる。その、その人を見せるために、どれだけお金を使って力を入れ,入れているかっていう現地制作の仕事ぶりとか情熱を近くで見ることができて、うん、すごく感動して、 うん、感謝しかないという気持ちに正直なりました。もう私たちは、えー、12月からずっと話をしていたのですけども、9日の、まあ、 いわば、短い期間をどういうふうに企画するのか、いつ、どの日に誰と話せるのか、で、どういうふうに日本各地を回るかということでしたけども、私はずっと、まあ、各クラブとか関係者とやりとりをしていて、インタビュー取材のアップを取ったりして、そしても場所を手配したりしていて、そして、あの、二人が日本に来てから、 と、もうホテルで合流して、ずっとずっと長時間、毎日長時間の仕事、ずっとずっとつついていって、もう、そろそろいい、んじゃないと、私がちょっと疲れ始めて思ったところ、いや、もっとあの場所の映像を撮りに行きたいというこだわりが、あの二方のこだわりが本当に強くて、本当に、いや、すごいなと思いました。もう、 ユーネクストのもう公式 SNS でもちょ,ちょっと2分だけの映像が上がっててユーネクストの加入者だったらもうすでに番組全体が見られるんですけどもオープニングの方にですね、川崎大師のシーンがあります。で、それ2回もそこ行きました。東京のホテルから車で移動して、で、は 最初着いた時は、あいにくの雨でした。ですからもうできるだけ撮ったのは撮ったんですけども、これより綺麗にと撮れるだろうなと思ったから、もうそ、その日のことをもう一回やろうというのが、まあよくありました。その天気次第で。より、今日の前と同じ映像だけど、できるだけもうちょっと綺麗に。 いうような感じもあったのですけども、それで長時間でですね、えー、その川崎大師ら辺で撮っていて、そして中村健吾さんのポスターが貼っているところも見つかりました。それで、それで中村健吾さんとのインタビュー撮る予定だったので、あそれでちょっともう料理を作っているシーンにちょっと煙が上がっているところから、 かっこよくカメラのピントが変わって背景で中村健吾さんの顔が見れるっていうのがそのプレビューその2分,2分のところにも入ってるんですけどもそういう映像を撮っている姿を近くで見ていてあ、こういうのも撮るにはすごいなって思っててでそういうのもめちゃくちゃたくさん撮ってるんですよもう ドキュメントリーの中に入ってのごく一部ですけども、いやそういうのを見て、えー、すごく面白かった。もう川崎大使とか行っても川崎行きたかったんですけども、まあ、三笘選手が圧倒的にメインでしたけども、ちょっと浮いた日もありまして、ポストコクルー監督の 似たような番組も実はありましたので、横浜と FC 東京、えー、に行きまして、ちょっとイン,インタビューとか、えー、撮ったりも、えー、しましたし、それから、えー、今後、ベンゲル監督のコンテンツもあるとのことで、えー、一泊だけ名古屋も行きまして、名古屋グランパスさんもちょっとお世話になったのですけれども、まあ、基本的に、えー、三笘薫選手を追う、そのこれまでの人生を追うという、えー、番組制作のためにこのロケをやったんです。 けども、川崎フロンターレの方で、まあ、中村健吾さんも、えー、一緒に、えー、プレイしていた中村さんと、えー、U18 監督ですね、長橋監督、えー、とも、もう長くお話しさせていただいて、もうすっごくいい方で、えー、もう、 えっと、アカデミーの素晴らしい、えー、設備の,の方でもいろいろと絵も撮らせていただいて、えー、若い時、アカデミー時代の三笘選手の、えー、話も、えー、聞けてすごく嬉しかったで、 中村けん健吾さんのコメントがもうところどころいっぱいこのドキュメントリー映像の中に入ったのですけれどもずっとやり取りをして,していたのはそのマネージャーさんの方だ,だったので中村さんが部屋に入,入ってきたらおお、ベンさんだって <laughs> あの覚えてくれはっててそれも嬉しかったのですけれどももう、えー、私自身もですねもちろんプレミアリーグをずっと追って いますし日本フットボールもずっと追っていますし、まあ、あの、決して完璧ではございませんけども、日本語も多少喋れるということで、インタビュアーとしてもうちょっと自分のこれまでやってきたことをこの場で活かせるなっていう気持ちにはなれたんですけども、すごく楽しく中村健吾さんと、もう、 こう一時間喋りましたね。で、それがもう極一部しか使われないっていうのは毎回毎回悔しいなと思っても、権利とかでは大人事情とかいっぱいあるんだけど、もうインタビュー取った後、これまるま YouTube とかでもいいから載せたいよ、活かしたいよとか、プロデューサーに言ったんですけども、ああ、とか言ってて、いやもういいだろう。 にもう日,本人日本人もしかして見たいかもしれない。今の中村さんの話。だけどまあ、結局大人事もあって、それプレミアリーグプロダクションズの権利にはな,なるので、私の YouTube にさすがに譲ってくれそうにありません。残,残念ながら。で、えー、っと、大学の方に行きました。で、そをドキュメントリーの中で、三笘選手が大卒だっていうところに結構、まあ、焦点、えー、が当てていますね。もう、 英国内ではそれまずありえないことですね。私は大卒ですけど、私はプロサッカー選手ではありません。大卒でプロサッカー選手とかプロスポーツ選手になることはあんまり聞かないです。サッカーはまずいないんで。 大卒って22歳だからその後どうやってプレミアリーグこの年齢でなれるんだっていう思いはすごくあると思います,ですけども、そ,その話をもっとね掘り下げるために筑波大学の方に行きまして、筑波大学です。大変大変お世話になりました。小井戸正明監督と長く一日一緒に過ごして、すごく貴重なインタビューの話を取らせていただきました。 まあ、小枝監督がちょっと頑張って来てくれてた時期もあったので、えー、そ,うそういうちょっとだけの縁も感じましたけれども三笘選手が実際に練習していた、えー 現場とか、それからですね、えー、英国内でよく注目を浴びる、その卒業論文、もう大卒のサッカー選手は英国内にあまりいないので、ドリブルについて研究をしたという話が英国内でも有名になったんですけども、ちょっと小井戸監督もこの場合、小井戸先生の話では、いや、これがすごく今の三笘選手のこの研究が今の三笘選手を作ったというわけではない。 いいけど、みたいな話もしてくれた。だからもう、あの、なんだろう。その、現地政策の人が、あ、こう、なんかもう、表面的な話、あの、期待通りの話を期待していたわけじゃない。ちょっと矛盾してる、してるんだけど、言ってる意味わかりますだからもう、現地で、イギリスではこういう認識なんですけども、ほんまはどうですかっていうような感じで、卒業論文の、えー、実物を見せてくれたのですけども、もう、 三田の選手が実は一年生、いや、弱い選手だったというふうに小枝先生も言ってくれましたし、で、ほんまあ、ほとんど、えー、トップチームに出れなかったよ。で、卒業論文もなんかもう騒がれるかもしれませんけども、いや、実は彼が今の選手になったのがまた別の理由がありますよみたいな話をしてくれて、そういうのをもう聞けるのがやはりもう 現場に行くしかないなと思いました。だからもうプレミアリーグプロダクション制作会社の労力はこんな、こんなところ生きるなと思いました。で、水沼隆史さんともインタビューが取れましたけれども、もう水沼さんはね、えー、中継現場でも何度もこ、ここ10年で何度も、えーま、共演はあんまないですけども、どちらも解説者なので、共演はあんまないんだけど、 あの、ご一緒になることは、もう、え、控え室とか、え、ご一緒することよくあるんですけども、実はちょっと裏話です。水沼さんとのインタビューを取ったのは、私がつい日曜日 <laughs>、もう行きました。え、行きつけっていたら、もう東京なので行きつけじゃないんだけど、東京にしては、行きつけの飲み屋の方でした。ちょっとそのスペースを貸し出してえいただきまして、 上野の近くにあるセカンドクーパーというすっごくビールが好きな方にぜひぜひお勧めしたいところでしたけど、あの日は残念ながらめちゃくちゃ美味しそうなビールがたくさん置いてあるのにビール一滴も飲まず、えー、水沼さんとのインタビューのためにお昼間、ちょっと開店、えー、前に、えー、行って通らせていただいたのです,ですけども、水沼さんが解説目線で、えー、三笘選手、そして日本フットボール全,全般を、えーもう 全世界の、えー、視聴者のために優しく、えー、分かりやすく、そしてすごく面白く語っていただきました。もうすごく楽しい時間になったんですけども、この映像がやっと公開されて、えー、すごくすごくぜひ、一人でも多くの方にぜひぜひ見ていただきたいなと思います。もう日本の方にとってはすごく見やすいものだと思います。全部日本語なので、えー もう私への声が基本的に乗らないんだけど、ちょっとインタビュアの声がちらっと聞こえ、聞こえちゃうこともあって、それは三笘選手ご本人以外のところだったら私ですけども、顔は残念ながら映りませんが、いや、もう、 全部日本語、全部日本語で英語字幕というのがもうベースでした。ですからもう先週から、えー、イギリスのスカイスポーツの方でまず公開されていて、今スカイスポーツでも流れている、えー、ドキュメンタリー番組ですけども、全世界のプレミアリーグ、えー、保映権を保有しているテレビ局配信会社に提供されます。で、それはもうね、えー、日本語にまあ英語字幕ついてるんですけども、英語圏じゃないところがもう使うんだったら 他の翻訳が必要になってくると思いますけども,もうこういうのはね、えー、本当に世界にも注目を浴びてほしいものだなと思いますそれから日本でもね、えー、なかなか聞かれないような話もたっぷりと入っています。実はです、ね、一つ最後に <laughs> 皆様に、ここまで見てくださった皆さん、皆様だけに、えー、教えたいことがあります。もう、えー、兄弟の話もあります。お兄さんも登場してくださいました。えー、もう、有うき生という俳優さんのインタビューも、この中で入っているのですけども、その裏話を最後に話をさせてください。もう、えー、そのやりとりは、こちらが最初していなくて、そしてし、実は、 もう、ゆきこうさんという俳優ですよ。ですからもう日本では有名な方ですし、その実は三笘選手と兄弟だっていうのが、つい去年明かされたことだと思いますけども、<laughs> 現地制作の方が、そ、そんな方なんだっていう認識は全くなかったんですよ。で、ブライトンクラブの方でやりとりをしていて、で、 三苫選手の家族とか親戚、誰か一人紹介してほしいって本人とクラブ経由でやり取りをしていたみたい。それは私がしてたことではないですけども、それから、プロュ、もうロケの一週間ぐらい前にですね、プロデューサーの方から、 メールが届いて、あ、この電話番号があるので、どうやら、三笘選手のブラザー、英語ではブラザーというので、まずお兄さんか弟か、そ,それだけじゃわからないんですけども、この,この電話番号があるのでなな、なんとかお願いしますって言われて、それで急いで、でもそれでもしえ、もしかしてブラザーって言ったら、あの方なのかな、と思いまして、それで、 電話番号って、もらった電話番号って、ご本人の電話番号なのか、もう事務所マネージャーさんの電話番号なのかわからなくてですね。え、どうしよう。なんかもうひひ、直接アプローチするなんて非常識すぎ,すぎるんじゃないですか。もう芸能界でこんだけ活用、活動されている方に。ですけども電話番号、もうその一つしか持っていないので、とにかくかけてみる。で、もう知らない番号だ,だから出ない。で、 もう何度かかけてみる、見るけど、もう、つながんないから、もう、それで、番号の方にメールを送りますで、自分がな何をし,している人なのか、プレミアリーグの件で。ああ、もう、カオルから聞いてるみたいな返事が来て、ご本人でした。でそれで、あのー、 早速、マネージャーさんと繋げて、えー、くださいまして。そこで、えー、その、もう、事務所のか方がすごく、あの、お世話になりました。で、えー、事務所のスペースを少し手配、えー、までして、してくれはって、えー、そこで、えー、結城厚生さんとのインタビューも取りましたけども、その話もすごく楽しかったので、もう、本当にこの番組でし,しか聞けない、えー、三笘薫選手の、もう、育ち、 家族の話まで入れたこの番組ですよ。もう十分十分十分長く話しましたけども、えー、私のすごく今年の、えー、良かったことでもあるので、日本の皆さんにぜひぜひ、えー、おすすめしたいものです。もうちょっと自慢してるものでもありますけども、えー、皆さん、この UNEXT 公開中の三笘薫選手のプレミアリーグストーリーズ、ぜひご覧になっていただいて、で、そしてそのご感想をもし良ければ、えー この動画のコメント欄などでも教えていただければすごくすごく嬉しいです。ペンメイブリでした。どうもありがとうございました。